しもし、うん、聞こえてますよね。つながってますよね。それでは物語を始めます。少しの間お付き合いください。女の子がいました。たった一人になりたかった。一人の女の子の物語。そういう物語です。ではなくて、雨の日が5日続いた後、晴れの日が4日続いたら魚の日。降ってきた魚に当たれば0から。いつからだろう。それは最初からということで、痛くも痒くもないけれど、面倒くさくてちょっと寂しい。そしてこの日は雨5晴れ4の最後の日。急いであの子を探しましょう。2人が良かった。そう、女の子はいつもならあの子と一緒にいるのです。けれどその日は一人でいました。おーい、おーい。女の子は大きな声で呼んでいました。おーい。誰ですか？なんと彼女が呼ぶ声に振り向くと、そこには見知らぬ人。しかし少なくとも私に驚いて目を丸くすると、その確かに友人であると。これは変だぞという顔をした。たくさん見てきた表情。こういう回りくどい考え方をするようになったのは彼の影響だ。多分嬉しいのだと思う。考えすぎる男だった。その顔を見て彼女もなんだか。正解は何かと考えて考えて、やがて気がついたらしいです。この人は間違えている。全部間違いだ。自分勝手な物語でした。そうです。呼ばれていたのは彼女ではなく妹の。そういう物語だからです。妹。裏側を考えるのが楽しかったからと聞いた。ついてこれてます。登場人物の気持ち、明らかにされていない設定、自分だけに分かる物語の裏側、現実の生活だって同じだよ。友達の秘密の人間関係、隠された物語を読み解いていく。思い通りの物語に仕立て上げる自分勝手な嘘でしかない。なんてよくよく考えると双子のルールみたいです。全部知ってるんですよ。若者に相手の思想とも言えるだろう。お揃いの格好とはいえ、いつでも気がついてしまったからには同じことを思いつつ、もう完全に分かりながら新鮮なうちに料理して2人で自分の想像でしかない。感動も恍惚も双子の物語。何物語だって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 。さあ、何物語だって。最初から女の子も気になっている。何物語だって。自分の嘘になるなんて、どこにもいたくない。どこにもいたくない。ねえ、そこにいるんでしょ？ずっとここ、みんなここにいたんだ。生きていられないと思った。もう生きてるのに。もう生きてるのにないと思った。どうして？自分一人で見られないだけ。自分の嘘にしたくないから。女の子は生きてないけど痛い。痛い？大丈夫？痛くはないよ。よかった。ありがとう。ありたいのか？そう、ありたいの。あると思う。本当に？想像してしまった。だけど嘘かも。そもそも嘘だよ。嘘でいいの？物語だから。本当？本当。物語は本当なの？かもしれない。嘘だけどね。それからそれで生きていきますか？もちろん生きてるし、ゼロからにもなりません。ご存知でしょ？何を考えたかは知っていません。だから存在しています。それなら物語は終わりでしょうか？いいえ、まだまだ続きます。物語は終わりません。